んにちは。週一なでしこカフェ始まりました。始まりました。この番組はなでしこリーグ協力のもと配信しています。 MC の森口香織です。長谷川優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか音出てるよ。そして今日は最終回ということで、もう最終回のゲストはこの方しかいません。西田敦彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか雰囲気違うと思いますよね。はい、ちょっとね、すごいセミナーに出てきましたみたいな違うスタジオで放送しております。ちょっと準備に時間がかかって、開始が、はい、回転が遅れまして失礼しました。いろんな方がお待ちいただいて、あ、新田さんが、え、最終回なのって。そうなんです。実は今日が最終回ということで、もう存分に最終回とにふさわしいなでしこの魅力、そしてなでカフェの魅力も最後にお伝えしようと思っています。はい、今日はなでしこリーグの総括をお届けするとともに、はい、なでしこカフェの名場面を振り返っていきたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。はい、今日もすごくたくさんコメントいただいて、え、最終回って知らなかった方もたくさんいらっしゃるみたいで、そうなんです、最後だからいっぱいコメントして、思い出を一緒に作っていきましょう、はい、みんなの思い出を語ってください。ぜひぜひお願いしますこの番組はサッカーキングの YouTube とペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです。よく見てた。 Play with the, since the young age。 こんにちは、c'est Kylian。 A tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. ありがとう。さて、特集の前にですね、11月21日土曜日、22日日曜日に行われました試合を振り返っていきたいと思います。まずはなでしこリーグ一部第18節の全試合をダイジェスト映像とともにご覧いただきます。どうぞ。さあ裏を取っていく。清家が上がってきた。清家のクロス、左のポストを叩きました。直本から塩越しで血を入れますが、この辺りの集結早いんですが、抜け出した直本、倒れました。これは外でしょうか。近くには水谷もいますが、基本的にはおそらく直本シンプルに狙ってきた。枠は捉えていました。左から中に入って、ここは PK だ。柴田の突破がこれ PK を誘った形になりました。決めました。ファーストプレーが PK、 それを冷静に決めていきました。石田南から長いボール、南のセカンドボール、川島春奈拾って左サイド空いた。さあここはチャンス、瞬足を飛ばして持っていこうというところ、そのままシュートまではいけませんでしたが、いや最後は素晴らしいディフェンスです。清家のディフェンス、左広げたチャンス、平田光右足中入れてシュート決まりました。野島ステラ1点を返します。南田ありさ今シーズンの7ゴール目。ここでタイムアップの笛、レッツレディースの最終節、結局1対1のドローゲームという結果、勝ち点1を分け合いました。出しましたセレッソ、ただまだあります。大きく蹴り出していく、シュート決まった。先制点ジェフレディースです。さあここカットしました。岸川いい位置にいました。中中央を通していく大滝、大滝キープする。ここで打っていけるか。大沢追加点ジェフレディース。
からだ。その宝田のところに合わせていった。1点返しました。パンチング、ここで追加点。一度パンチングで弾いたところ、最後は林でした。岸川ボールを奪った。縦大滝、藤代、中クロスを上げていく。ヘッド落としたセレスト、またキープ、山崎、決まった。山崎ガッツポーズ。脇坂、左に開いて中、人数をかけて宝田のところ。なんとこの終盤追いつきました。セレッソ大阪栄リリース、ここで試合終了です。ジェフユナイテッド市原千葉リリース対セレッソ大阪栄リリース、3対3の同点となっています。ゴール前には宮澤、清水を使ってクロスボール、宮澤、キーパー触って抑えています。一気に蹴っていくスペースへ、キーパー出て山口、失礼、山下、あと奪いに行った、奪った、山口、シュート、ブロック、おー、焼けていく、狙った、決まりました。愛媛先制。60分、アウェーの愛媛が先制に成功しました。湯が長谷川スルーして、木下、長谷川、さらに遠藤が来た、遠藤決めた、追いついた。84分、遠藤の同点ゴールです。近くに遠藤、その遠藤を受けて、もちろん木下パスを選択、右フィーター、清水、リフレクション、どうだ、これで決めた。ベレーザ逆転。86分に試合をひっくり返しました。山口のプレッシャー、奪った上野、狙っていく、キーパー足でコントロール、あーっと水になった、ゴールイン。愛媛追いつきました。思わぬ形で同点になりました。2対2のドローゲーム、お互いに勝ち点1を分け合いました。関式の左足でゴール前、低いボール、ノイチのシュートを打ってくる、どうだ、いいシュートですか、クロスバーの上、佐藤自らスルーパス、右からシュートを打ってくる、いいシュート、どう、しかし弾いたか、よく触った伊佐志、またゴール前です。攻め込んでいく、倒れたが、あっと、ここでホイッスルが吹かれています。さあこのボールは左へ、決めてきました、先制点、 PK を決めました、1対0。左からゴール前に上げてくる浜田がいますが、決まりました、2点目、飛び込んでいったのは浜田、そのままネットを揺らしました。鈴木のボール、道上、シェーディングどうでしょう、キーパー出るか、押し込めるかどうか、そして小川のシュート、しかしこれが大きく外れてしまいました。ここでホイッスルが吹かれました。試合が終わりました。得点は2対0、ホーム最終戦、伊賀FC久の市三重、敗れました。田中美奈、前を向いてドリブル返し、中央、左に振ってスルーパスが鮫島、中で取ってワンタッチでクロスへ、合わせられるか、強化はチャンスだ、打てるか、打った、決まった、ファイナルスコーベルヨネスタ、テオドーゲー
13分、背番号14、強化は舞、下げて鮫島右足で狙ってきたが、いいシュートになったか、キーパー高橋しっかりとキャッチしました。左から園田瑞希、中央この風化ヘディング、キーパー三本、この風化今日最初のシュートはヘディングでした。園田瑞希クロスが入る、血の競り合う、セカンドボール神尾の目、後ろから園田優奈のシュート、ミドルシュート打ってきました。田中逆を取った、入れ替わったチャンス、田中美奈キーパーもかわしてシュートに行く、ブロック、後ろからもう一回、田中美奈背番号9、これが神戸の日本のエースストライカーだ、田中美奈今シーズン12得点目。試合終了、2対0、アイナック神戸レオネッサ新潟を下し、ホームノエスタで有終の美。最終節、はい、面白すぎましたよ、ね、面白かった。個人的にはあれですね、あの一ノ瀬さんのシュート決めた後のあのリアクション最高でした。いやー、まあ、くるですか、可愛かった、一番可愛かったですもん、あの女子感すごかったな、今までのリアクションの中で一番なんかなでしこリーグ見てる感じがしたな。あれは現地で私たち見てたんですけど、悶絶、はい、してましたよね、可愛いって。その後キーパーの山根さんもなんかこうやって真似してました、真似してました。あれ絶対チームで後でいじられるんですよ、間違いなくね。可愛かったですね、はい、では改めてここでなでしこリーグ第 一部の第18節の結果と順位表見ていきましょう、どうぞ。はい、引き分けが、5試合引き分け、はい、うん、ここの引き分けも例えばこの日テレヴェルディブレイザーに愛媛が引き分けたり、はい、はい、浦和に野島が引き分けたりと、ちょっとこの意外と言ったら意外な結果だったりもすると思うんですけど、最後の最後にね、どうこうか分からないような試合が展開されて、はい、うん、ね、結構やっぱりなんかその、まあ、最終的に順位的には下位ですよね、はい、野島とか愛媛とかって、うん、でもやっぱり最後の最後でもちゃんと残すものを残すんだとか、野島もずっと連敗中だったんですけど、はい、でもやっぱり浦和相手に私たちの、うん、なんていうのかな、チームとしてのあり方を示すんだっていうのを最後にちゃんと残せたっていうのはね、うん、すごくいい、あの野島の戦いぶり見事だったと思いますよ、この試合私実況してましたけど、はい。でもあの浦和の菅沢選手の入ってすぐの PK ってすごかったですね、すごいファーストタッチですよね。そうですよ、そうなんです、あのベンチスタートで、で、うん、あのまあ、怪我をしてたんですよね、だから出られなかったんですけど、うん、そこでもう PK だっていうところでいきなり呼ばれたらしくって、はい、心の準備をできてなくてファーストプレーが PK ですよ。そうですよね、はい、でも私あの PK の、 あの静まり返った状態で、あ、これはファーストプレイユイカだなと思いながらこう、はい、あのファーストサマーユイカおーって言ったのが恥ずかしいですか、言わなかった、迷ってどうしようかなと思ったんだけど、いやこれを言わない方がいいと思って、いやそれ残してほしかった、一生残ってちょっと残してほしかったですけど、失礼しました、本当失礼しました、良かったです、良かったです、得点も取ったじゃないですか、そうです、その時17得点、菅田選手にツイッターでおめでとうございますっていう話をしたら、あのやっぱりファーストタッチの PK だったんで初めて緊張しましたって菅沢選手も言ってて、でもそれでもやっぱ決めきるっていうのが今年のエース、いやそうですね、で、あの PK 取ったのはやっぱキャプテンの柴田選手っていうのもなんかちょっと象徴してたかなという気がしましたね、はい、そしてあの私たちもジェフの試合をね、はい、見に行ってきましたんですけど、その試合も前半でジェフが 2-0 にしたところからの最初終わってみれば 3-3 という結果 で、山根選手が引退っていうのでちょっと見に行こうっていうのもあったんですけど、はい、なので2-0で、あ、じゃあ山根選手クリーンシートかなと言ったら、うん、もう後半でいろいろありまして、はい、そしてなでカフェに出て、なでしこカフェに出てくれた宝田選手と林選手がセレッソで揃って点を決めるっていう、こう私 MC 陣にとっては結構あの興奮するっていうシーンが多かったですよね、みんな撮ってくれてるって嬉しいっていうどっち応援していいか分かんないっていうような試合でしたよね。ちょっとまたまたあの話したいことあるんですが、続いて、はい、チャレンジリーグの結果と順位表も見ていきましょう、はい、どうぞ、はい、そうですね、
名古屋の試合は9月に行われた試合の結果なので、今節で行われたのが、ね、2試合が残ってたということですね、はい、まあ、こういった形、はい、で続いてがウエスト、はいはい、でウエストは広島の首位でありました。いやでもアンジビオレもいろいろありましたけど、なんとか続きそうでよかったですね、うん、そうですね、その方向だというふうな話が流れていましたんで、うん、はい、1位でフィニッシュもして、はい、はいはい、あの今日初めてっていう方もたくさん今コメントをいただいていて、はい、ポンポンさんもカフェリアタイ初めてっていうふうにいただいてますしね、はい、あのありがとうございます。多分最後っていうのもしかしたら聞きつけて、ね、見に来てくださったのかもしれないし、はい、ダイジェスト映像のコメントもいっぱい感想をいただいてまして、はい、本当に見応えのある最終節となりました、はい、ということで週末のリーグ戦振り返りお届けしました。ではここからは西さんと一緒に今シーズンのなでしこリーグを振り返っていきたいと思います。改めてですね、一部の最終順位ご覧いただきましょう。はい、すごいおしゃれな映像になってます、ね、私たちの想像を超えるちょっとびっくりしました今今までと全く形状が違う感じになってました。さっきみたいな感じが出てくるのかと思いきや、はい、はい、最後の、ね、気合が入っております。はい、まあ、レッドレディースは非常に強かったなという印象ですよね、うん、そうですね、本当に盤石という感じで、うん、でも今年は結局ベレザは残念ながらあの優勝はできませんでしたけど、はい、やっぱりちょっと怪我人が多かったかなという感じで、うん、でもやっぱり今年一番インパクトを残したのはセレッソじゃないかなと思いますね。本当ですね、昇格しての4位でフィニッシュですからね、うん、もういきなり4連勝スタートで、うん、いきなり昇格組で1位になってた時あったんで、ね、ありましたね、はい、あれは本当にこう驚きだったなという感じでした。優勝したレッツはセレッソに唯一勝てなかったという、うん、あ、そうなんですよ ね、 すよね、結局得点奪えなかったんですよね、はい、駒場でね、その2チームの初対戦の時はお互い全勝同士で当たるっていう、そう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 、本当に盛り上げ、なんかリーグを盛り上げてくれたのはセレッソだったんじゃないかっていう、いやもう間違いないと思いますね、ですよね、はい、まあ、そんな感じのシーズンだったのかなというふうに振り返ります。はい、はい、では西さんにはですね、事前に今シーズンのベストゴールと MVP を選んでいただいているんですが、もうベストゴールありすぎて順位をつけるのが難しいということでしたので各クラブのベストゴールを選出いただきました。ではそちらご覧いただきましょう、はい、どうぞ、 どうぞ。まず FMFC レディースの試合なんですけれども、これ、はい、実はですね、セレッソ戦これ決勝ゴールなんですけど、いいシュート、気持ちいい、これでですよ3対2で勝ったっていう試合、いやー本当に大きな意味のあるゴールだったかなというところで選びました、うん、でそれからこれアイナック戦の伊賀ノイチ選手、これわー超ロングシュート、これちょっとバウンドしてるんでハーフボレーになってるんですよね、うん、合わせるのも結構難しかったと思います。それから次がこれ日テレ戦の野島の決勝ゴールなんですけど、はい、見事これで日テレ越えを果たしたという、美しい、うん、美しいですね、鹿島選手結構ねトラップうまいんですよね、うん、でさらに今度はあの今年ブレイクをした大学生、浜田選手でございますが、これすごいですよ、前からキーパー来てる、目の前かわしてのこれ技あり、落ち着いてますね、うん、浜田選手全ゴール振り返りたいぐらいですよね、あ、もう本当に今年素晴らしかった、いろんなパターンありましたからね。さあそしてジェフなんですけれども、これも、まあ、日テレ越えを果たしたっていうところで大きな意味を持つゴールなんですけど、うん、実は大滝選手のボレーとかすごいかっこいいゴールいっぱいあったんですが、あえて選びたいのはこれ、はい、鳴宮選手のヘッド154センチかな、非常にちっちゃいんですけれどもヘディングの練習ずっとしてたんですって、その成果が出たのがこのゴール。でその後新潟ですけれども、これは崩しが見事、このちゃん、うん、このちゃん結構お好きですよね、もう大ファンです私たちこのちゃんどうにかしてくれるっていう、はい、そしてこれ15歳です、セレッソ小山選手はサイドバックです。サイドバックのこの身のこなし、ターンからの左足ドーン、これはすごかったです。ちょっとフォワードに変えますか、いや15歳ですよこれすごいですよね、これしかも相手アイナックですからね、アイナック相手になんて子だっていうふうに思いました。で長谷川選手のループシュートシリーズ、はい、その1、これ美しい、もう今年の長谷川選手といえばというシュートですよね、このミドルというかロングシュート、ね、ミドル多かったですよね、うん、長谷川選手今年もうこれ柔らかいでしょ、でこれミドルでしょ、でもう一つ見せてあげてたんです、今度左足でもっと長いの、これ見てくださいね、こっからいきますよ、ハイズドーン、うわーすごい、これが入るんだ
やーもう本当に頭下がります。素晴らしかった。でアイナックです。これ田中美奈こういう人ですっていうゴール。かっこいい。これぞ田中美奈。もう本当にこのターンから左足ってもう田中美奈のもうね、名刺代わりという感じですけれども、それから、最後は浦和レッズレディースのベストゴール、これ塩越選手気持ちいい。でこれ確か決勝ゴールだったのかな、すごい価値のあるゴールだったんですけど、もう軌道がもううわこれは取れないですよね。ねえというベストゴールでございました。このギュッと詰まったゴール見るだけでもめちゃくちゃテンション上がります。もう一回見たいですもんね。あれ保存版としてホリケン815さんが浦和サポの方なんですけど、はい、うん、あの塩越し来いって待っててくださった。もうねあれだけに関してはもう2節で決まったなと思います。今年のベストゴールはこれだなと、もう間違いないなというふうに思いましてね、素晴らしいゴールだったと思います。でもその浦和サポだけど優勝したがゆえ負けたセレッソ戦は印象的っていうふうにおっしゃいます。あとコムコムさんはあの試合の2点目も彼女らしかった、この選手もこの選手に預ければ何とかしてくれるっていう、そうですね、安心感がありましたよね、はい、もうゴール前で何とかしてくれるっていうタイプの選手なんで、まあ、新潟は今年あの序盤戦、まあ、彼女途中でちょっと怪我でいなかったんですけど、はい、まあ、その期間以外は本当にねもう攻撃の中心になってくれたかなという感じがします。あと八幡さんがあの長谷川優衣選手何回決めたんだ、うん、このパターンでとか。いや本当ですよね。これ一部なんですよね、すよあくまでも。あのなんかダイジェストとか見るたんびに、うん、またこの形で、あれ前節もこういうのあったよねみたいな感じのが、そう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 、あとデジャブ美しいですよね。でもあの時から、はい、あんだけの確率で決められちゃうと守備としてはどうしていいか分かんないですよね。そうですね、すごい武器を手に入れましたよね。いや本当にあの今までかつてはあの長谷川選手って2年ぐらい前までは、はい、もちろんテクニック素晴らしい、うん、パスのセンスも抜群、うん、だけど決定力だけがねっていうふうに言われてた時期があったんですよ。もうそれが今年は明らかにグッと上がったんで、まあ、より怖い選手に成長したかなと。シーズン前半はちょっとまだチームのバランス苦労してるかなっていうのもありましたよ ね、うん、あ、まあ、ね、はい、ありましたありました。だんだん落ち着いてきて、そうですね、やっぱりもみき選手って一番なんていうのか通じ合う選手がやっぱり移籍をしてしまったところの苦労あったと思うんですけど、逆にその分自分が頑張る自分が取るっていうところがより出たのかなっていう感じはしますよね。コシナデジャパンさんやっぱりあの長谷川選手個人にちょっと負担がかかりすぎてたんじゃないかっていう声もありますけど、うん、はい、でもその負担もありつつ、うん、周りを生かしながら自分でも点をこうやって積み重ねてっていう部分では長谷川選手自身のこう成長っていうのも今年かなり、いやもう間違いなくあったと思いますね、はい、素晴らしかったと思います、うん、そしてベストゴールには入りませんでしたけれども、はいはい、2020シーズンは浦和レッズレディースの菅澤優香選手が見事得点王に輝きました。ありがとうございます。いやもうシーズンスタート時からの頼もしさはすごかったですよね、はい、いやそうですね、うん、本当にあのやっぱり前線でしっかり収めてくれるところもそうだし、うん、クロスに合わせるところもそうだし、はい、で今年やっぱり何といっても一番大きかったのはセットプレーですごい浦和って得点取ってるんですけど、うん、猶本菅澤ラインっていうのがねすごい開通してるんですよ、うん、セットプレーからやっぱりその辺はね本当に素晴らしいなと、うん、あのどうしても塩越選手のあれがものすごい派手だったからどうしても、はい、選べなかったんですけど、そう選びたいゴールはいっぱいあったんですけどもあえてということで、うん、はい、本当に素晴らしいゴールいっぱいありました。でもやっぱ得点ランキング見てみると浜田選手が15ゴールであんだけ迫ってきてる、うん、っていうのはやっぱ怪我でこう出れない時期があった菅澤選手にとっては、はい、すごいプレッシャーもあったと思いますよね。そうですね、まあ、結局実はフルタイムは出てないんですよね、はい、だから18試合全部は出てなくて16試合ぐらいだったかな、はい、まあ、だけどこの得点を取ってるっていうところも素晴らしかったし、まあ、森監督のその優しさ、うん、あの後ろから、ね、そうそう、来たと浜田選手が来てるから、うん、あ、じゃあ取らせてあげようっていうことで、まあ、取った。で、まあ、途中で実はその後あのやっぱり長い時間プレーできなかったみたいですぐ変えられてるんですけど、うん、はい、まあ、そういう優しさもあった、得点王だったかなというふうに感じます。でもね、そのチャンスをしっかり自分で決めるっていうのはすごいですよね。絶対もう震えちゃうもん。だってもうみんな取らせようとしてるよねって駒場全体が思ってるわけですもん。そこで行ってらっしゃいって言われて出させられて震える、大変だと思いますよ。その取らせたいっていうエースの存在感っていうのがまたね、うん、大きいですもんね、はい、いや大きいと思います、うん、本当に素晴らしいシーズンでした、はい、ではリーグの表彰式よりも先にですねなでしこカフェ MVP を勝手に発表させていただきます、はい、勝手にです、勝手にですよ、これあのリーグの MVP とは違いますから、はい、今シーズンもねたくさんの選手がもういろんなプレーで私たちを楽しませてくれましたが、西さんが選んだ MVP を
を発表してください。はい、浦和レッズレディース優勝チームから、キャプテンの柴田花江選手、はい、選びたいと思います。おめでとうございます。ついこの間なでかめにも出ていただきました、はい、この選んだ理由は、まあ、もちろん優勝チームのキャプテンというところが一つありますし、うん、なんといっても今年のポゼッションチームですよというふうにご紹介をしているんですが、まあ、中盤で一番大事なところで顔を出してくれるのがやっぱり柴田選手なんですよね。で、まあ、最終節私その野島戦を観戦してて思ったのは、あの試合実は柴田選手前節にちょっと打撲があって、はい、スタメンじゃなかったんですね、うん、はい、で、その前半ってやっぱりちょっとねポゼッションの停滞感がなかなかあって、どうかなと思ったんですけれども、その後半になって今度は柴田選手が入って、で、そして、自ら PK を取り、あれスペースのランニングで相手が倒さざるを得ないっていう風な状況を作って、でそこから、まあ、1対1の同点に、あ、ごめん、先制の、ゴールを PK 奪うという風な形になったので、やっぱり要所要所で効いてるんですよね。で、まあ、柴田選手ってお二人も実際にオンラインでお話しされたと思うんで分かると思うんですけど、はい、絶対自分から表に出ないじゃないですか。そうなんです。もうどしっと構えて、なんか支えてますっていうキャプテン、はい、ね、本当に、はい、絶対いるんですよ、うん、間違いなくこの人の支えないと、まあ、小柄ですけど支えないと崩れちゃうんだけど、でもあんまり主張しないんで、多分ちゃんとなんていうか、こっちで選ばないとあんまり本人表に出てこないかなっていう意味も含めて MVP に選ばさせていただきました。いや、本当仕事人っていう感じですよね。ふみさんかな、ぶんさんかな、はい、花江って喜んでいらっしゃいますし、うん、ポンポンさんも花江かわいい、日本人形みたいとか、かわいい、あとライオンさんも森監督曰く柴田2人分走るって、いや本当それ、本当そうなんですよね、本当それです。うん、常にこう、はい、走り回って仕事をしてっていうことですよね。そうですね、まあ、本人奪い切るシーンもそうですけれども、例えばパスコースを消していることによって後ろが取れたりとか、まあ、そういう見えないところの貢献ってすごく大きいので、だからまあ数字だとやっぱり別に得点数が伸びるわけでもない、シュートをたくさん打つわけでもない、セットプレーのキッカーでもないんですけど、でもいないと絶対うまく回らない人、はい、そういう人が、まあ、柴田花江選手なのかなという気がしますね。はい、柴田花江選手、なでカフェ MVP に選ばせていただきました、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さてさて、続いて今シーズン2部も非常に盛り上がりました、うん、最後の最後まで接戦でしたからね。接戦が最後まで繰り広げられましたが、最終的にスフィーダ世田谷 FC が優勝しました。まあ、こちらもおめでとうございます。おめでとうございます。西さん、2部の印象としてはいかがですか。はい、スフィーダー、なんだろうな、なでしこの今一部でいうとイメージ的に伊賀とかに近いのかなっていう感じがするんですけど、割と前にパワフルな選手がいて、うんうん、で前からプレッシャーをかけて、でそこから奪って、奪ったらもう縦にドーンと行くっていう、そういう感じなので、まあ、当然若干の失点はあるんですけれども、やっぱり得点が多いですよね。まあ、このあたりのこう前にとにかく行くんだ私たちはっていうところが出たのが、まあ、優勝の理由だったかなと思いますけど、でも今年もう一回ちょっと順位表って出せます。はい、2位3位がえらい、そうなんですよ、ずっと接戦なんですよ。最後までどの、うん、3位までのチームが1位狙える状態だったんです。そうだったんですよね。でこの結果になったんですよね。そうなんですよ。だから、まあ、世田谷は、まあ、最終節の前に一つ大きな決戦に勝ったことによって、うん、最終的にこの順位だったんですけど、うん、もうどう転がるかわからないっていうすごいシーズンだったんだなというふうに改めて思いました。はい、はい、そして、はい、なでしこリーグ、現行のなでしこリーグは、はい、今シーズンが最後ということになりましたが、はい、と来年の秋には日本初の女子プロサッカーリーグの WE リーグが開幕します。そちらの参入する11クラブを改めてご覧ください。はい、こちらの11クラブがついに WE リーグとして来年スタートするんですけど、これまたね、はい、11クラブっていうのが結構意外な展開でね、うん、はい、1チームが毎試合ちょっとお休みというか、うん、そのクラブの理念に合わせて活動するというような形になるんですよね。これ西さんどうですか、 WE リーグへの期待感というのは。まあ、まずは、多分今の今年の一部のチームからも結構移籍が絶対あると思うので、そうですよね、多分ね、今年のその一部で語っちゃうとなかなか
多分違った結果になってくるのかなっていう気がおそらくするんですね。で、あの大宮アルデージャはおそらく多分佐々木のりさんがやるんじゃないかなと思うんですけれども、中心になってあの元々 NTT の方ですよね。はい、で、かつ今あの十文字イベントスの方にもかなり深くやっぱり入っていらっしゃるんで、まあそうなったとするとのりさん下って誰か来る可能性がベントスは当然あるし、ベントスを割とベースにしてチーム作るっていう風に言ってましたもんね。そうですね、はい、なので、まあ、ただもちろん今の戦力だとやっぱり一部ではしんどい、一部というかWリーグではしんどいと思うので、まあ、おそらく一部リーグでかつのりさん慕っていくような人が出てくる可能性があるんじゃないかなって考えると面白いし、そういうちょっと新参入のチームに何人移るかによって、そうですね、広島なんて完全に新規立ち上げですもんね。そうですね、なので、まあ、正直ね、あの、うん、サンフレッチェが立ち上がったから山根さん行ってもいいんじゃないかなってちょっと思ったりも広島の人たちね確かに思ったんですけど、あの残念ながらあの引退ということになってしまったんで、はい、まあ、ことによると逆に指導者の道を広島から歩んでも面白いかもしれないし、ちょっとその辺はそこで復帰しても面白いですけど ねいきなり登場うおーみたいなね、ありですよね、全然ありだと思う、はい、まあ、そんないろんな展開を期待したいなというふうに思っております。まあ、日本地図でいうと、うん、ちょっとあの関東にチームが多かったりもありますけれども、ね、うんうん、あのいろんなベニューでいろんな場所で試合がしたいというふうにも、はい、あのウィーリーグおっしゃってましたし、うん、なんかこういろんな若い子たちに女子のサッカーを触れられるような、うん、そんなリーグになってほしいなって思うよね。そうですよね、やっぱりこうサッカーやってる小学校中学校の女の子が実際に生で見れる機会って、うん、やっぱ少ないじゃないですか、その地元にクラブがないと、うん、そういう子たちにも試合が届けられるようなこの流れがあったら面白いですね。プロ野球のオープン戦みたいな、ね、うん、感じで、はい、いろいろ期待しちゃいますね。くれるといいですよね、うん、本当あのウィーリーグに私たちもまだウィーリーグ自体がいろいろ決まってないことがあるので、うん、どう変わるかっていうのは全然わかりませんけど、うん、西さんの実況は引き続き聞きたいところですよね。あのやらせていただければ本当にありがたいなと。開幕戦で西さんの声を聞きたいです。あのぜひぜひよろしくお願いします、はい、あのどこが放送するか分かりませんがよろしくお願いいたします。開幕戦もね、どういうカードになるのかっても楽しみですよね。本当ですよね。ですね、いろいろ期待しますよね。どういうカードが見たいんだろうって、皆さんどういうカードが見たいとかありますか？ねえ、ねえ、セレスはいつかウィーに入るのかなとか、北海道まだ加盟チームがないねとか、ね、セレスは確かにウィーで活躍してほしいなって思うチームではありますよね。いや、かなり今日、ね、だって今年の活躍見たら全然いけるじゃないですか、うん、はい、まあね、だからそのセレッソからももしかしたら移籍があるのかどうか、まあ、選手個人個人がどう考えるかも含めて、まあ、でもまあ数年経てば多分いろんな、ね、あの設備それからと年齢も含めて整ってくると思うので、まあ、セレッソとかあと愛媛とか伊賀とかですね、こういうところもまた参加してくれると嬉しいなというふうに思いますよね。埼玉は3チームありますか？埼玉ダービー、ダービーがいっぱいありますね、はい、もういろいろ夢は広がりますが、はい、ぜひ皆さんあのWリーグの方もご期待ください。ということで、以上なでしこリーグ2020シーズンの総括をお届けしました。ここで一旦コマーシャルです。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てたんですけど、 Play with since the young age。こんにちは、c'est Kylian. À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato. さて、ここからはですね、ガラッと変わりまして、なでしこカフェ思い出トークをお送りいたします。みんなで語ろうぜ。みんなで語ろうちなみに、西さんはですね、何回ご登場いただいたかというと8回。あ、そんなに読んでいただいて、最多です。すみません、ありがとうございます。最多です。ありがとうございます。なでしこカフェ自体は65回目の放送、はい、ということになりまして、でもそう考えると西さん8回だけなんだっていうぐらい、なんかしっくりくる感じがこのスリーショットの。確かに。あ、ありがとうございます。なんか半分ぐらい一緒にやってるぐらいな感覚ありますよね。毎試合声を聞いてるから実況で。そうですね、ずっと聞き続けてるから、ずっと西さんと共にっていう感じはありますよね。共にやってる感じはあります。あの皆さん思い出しますか？はい、第1回目の放送はですね、2019年の8月22日。日テレの田中美奈選手、当時ね、当時日テレの田中美奈選手と清水梨紗選手がゲスト出演してくださいました。はい、めちゃめちゃ私緊張しまして、うん、だって代表選手ですよ。代表選手が来てくれるんだ、しょっぱなからと思って。
めちゃめちゃあの過去の見返すと本当にガチガチでやってるんだから我ながら面白いんですけど、それからおよそ1年3ヶ月、うん、なでしこリーグ1部2部の所属選手、それからなでしこジャパンの OB の選手、はい、クラブ関係の方々、社長とかもね手配なさったりもしましたし、うん、それからスポンサー関係の方々、 JFA の職員の方々など、さまざまなゲストをお迎えしてお届けしてきました、はい、西さんは思い出に残っている回ってありますか？あ、でもあのその長里浅野さんと共演、うん、させていただいたのはあれは楽しかったですね。はい、あのいろいろと、あこういうこと考えてるんだとか、うん、こういう普段からねこういう生活をしてるんだとか、いろんなことを教えてもらったような気がしていて、歯に衣着せぬトークで、はい、そうそうそう、あの基本的に裏表ない方じゃないですか、浅野さんも含めて、あの でその後やっぱりね、あのゆきさんのああいうニュースもあのね、嬉しいニュースもあったりとかしたんで、はい、なんとなくあのきっかけでちょっとなんか長里一族をこう一族って言ったらいいか兄弟かあのちょっと注目するようになりましたけどね。確かにそうですね、はい、親近感湧きましたもんね。いや本当に本当に、いろいろあのライオンさんがアッサーノとか、ウンダウンダさんボンバーも来たよねって。そうですよ。あ、そうでしたね、はい、はい、私しっかりサインもらって帰りましたもん、はい、あのシーンは本当に印象的でしたよね。あの髪型が全然変わらないといろんなあ、そう、機材を並べてくれたり髪型をね写真でいっぱい持ってきてくださってね、それこそ写真提出最多はもう荒川選手ですもんね。並びきれないぐらい写真があって大変でした。あと越野出さんはあの吉野由香さんの回を個人的に一番面白かった。面白かった。由香さんちゃんこの間千葉の試合の時にね、うん、あのカフェでお茶してたら横にいたんですよ。横にいたんですよ。あら、もう偶然にも。なんか元々来てるのは見えてたんですよ。はい、なんかもうちょっと席遠かったんで、そこでは話できずに、で寒くなったからちょっと帰りコーヒー寄ろうって言って寄って座ったら由香さんちゃんみたいな。おおって言われてねってなってびっくり。ということでですね、ここからはですね、MC の私たちが思い出に残っている、はい。シーンを厳選してお届けします。もうね選べないぐらいいっぱいあるんだよ。選べないし、もう時間の関係もあるので、もうちょびっとずつ、はい、あのご紹介しようと思うんですけれども、まず私が選んだシーンはですね、2020年の4月2日に配信しました、大野忍さん、藤尾キララ選手に学ぶサッカーの基本と上達のコツです。皆さん覚えてますか？これね、もうねスタートからちょっともう出落ちみたいな感じなんだよ。これ楽しかったです本当に。だってあの日本代表のしかも優勝したメンバーの一人の大野さんにサッカーを教えてもらえるなんてもう奇跡じゃないかと思うような回だったんですけども、私森口がサッカーに初挑戦で上から下まで日本代表のユニフォームをね揃えて、ちゃんとソックスまでですかね、ソックスまで入っていきました。だってこういうものかなと思って来ていきました。誰にも気合入ってる格好だよね。注目はですね、大野さんが丁寧に指導しながら盛り上げてくれるし、むちゃくちゃ盛り上げてくれるんですよ。そしてキララ選手とのしりとりリフティングです。では映像をご覧ください。どうぞ。これ大好き。はい、今回は元女子日本代表大野忍さんと2週連続藤尾キララさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうお待たせしました。一人ガチガチじゃないですか。遅れてすいません。ちょっと大野さんに教えてもらうから本気出してきました。ちょっとこれ、はい、なんかあの気分は長谷川ゆいちゃんでゆいちゃん上げてるじゃないですか。大丈夫、それプレーも来ないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。ダメですか。おー、なんで蹴れたと思います。なんか違いも分かる。踏み込んだ、踏み込んだ、踏み込みもそうなんですけど、ここをちゃんと使ってる。わかりました。はい、違いわかりました。違いわかりました。素晴らしい。進歩ですよこれ。すごい早くも。最高よ。もう大野さんといえばシュートをぜひ教えていただきたいなと思うんですけど。いやシュート練習嫌いだったんですよ。そうなんですか。そうなんですか。え、一番楽しそうなのシュート練習って。大嫌いだったんですよ。意外です。そうそう。
ひどい。いや、これはなかなかでございます。じゃないですからね、もはや。死に取りが本当ひどい。死に取りが、キララちゃんはブラジルでプレーをしているので、ちょっと言葉出てこない。日本語はしょうがない。私、いやもうカカシ武士カズノコどんな時代だよって言ってなんでなんでカズノコ好きでしたよね。だっていきなり最初に2連発でカズノコでしたよ。でも忍とか名前と思ってでも武でいきなり武士武士武道とかいろいろある簡単なね言葉あるんですけどね、そこで武士出てくるのさすがでしょ。本当に大野さんがすごいうまく教えてくれて、うん、ただの下手くそなんですけど、今のいいとか今のシュートいいとかすごく褒めてくださって、うん、いい指導者になられるんだろうな。いやもう間違いないです。今の見てるのって行きたくなった人絶対いると思いますよ、うん、間違いないと思う。本当にちょっとした長所を見つけて、うん、そこを絶対褒めてくれるっていう方法なので、いや素晴らしいな、うん、サッカー楽しくなると思う。間違いない。私シュート練を調子に乗って楽しくなっちゃって何遍もやったら、はい、その後ニック離れに1ヶ月ちょっと足引いてた。1ヶ月ニック離れになりました。これが肉離れかって、サッカー選手がなるやつだと思ってちょっと嬉しかったな。ミートグッパイってやつだなってでもね、企画としてはこう森口さん上達への道ってのやりたかったんですけど、その後ちょっとコロナの関係でなかなかボールを受ける機会がなくなっちゃったん で、今回この伝説会となりました。はい、機会があればまたやりたいです。オファー待ってます。次は私ヘディングがやりたいですやばいね、ここは気をつけてここを鍛えたいでは続いて、はい、私の思い出のシーンで一つ目は2020年10月22日配信の、岡島千也がスタジオ生出演していただいた時の日本初の女子プロサッカーリーグウィリング特集です。こちらはですね、岡島千也のこうウィリングに対する思いっていうのを直接聞けて、はいはい、サッカー小僧だっ た、うん、あ小僧じゃないか、サッカー少女だった私ちゃん感動、本当に感動した回です。ではご覧ください、どうぞ。サッカーってそのみんなを元気にする力っていうのがありますよね。2011年のワールドカップの優勝の時、はい、その全日本がこう、まあ、ちょっとあれで元気になってくれたというところがありますよね、その、震災の後で。ですからそういった力をこう使いながら、あとやはり政治的なところがない、その社会的な面だけである、文化的な面であるということで、その辺をこううまく使ってね、メッセージを発信していきたいなと思います。まだ具体的にじゃあ何をしようっていうところがチームと選手とあと地域コミュニティと一緒に考えていきたいなと思ってるんですけれども、もちろんその今なでしこリーグのファンの方のコアの方にはぜひそのままなでしこリーグからウィリーグにも来ていただきたいと思うんですけれども、それ以外にやはり若い女の子、サッカーをやってる子に試合会場に来てもらって、歓声を高い声で、黄色い歓声を出したいと、ね、はい、いいな、なんかこう部活とかの後にサッカーの練習して、部活の後にチームメイトとじゃあこのままちょっと見に行こうよっていう生活 が、ね、できればいいですよね、うん、最高ですよね、はい、なんかゆうちゃんがちょっと涙目になってますね、本当に感動してそうなんです。もうやっぱ夢のようなんですよね、プロリーグができるって考えられなかったじゃないですか、ね、プロとして職業として生まれるっていう、泣きそうになっちゃって、なんか話聞いてて本当嬉しくて、ありがとうございますぜひぜひ皆さん、はい、これからもウィリーグの情報、はい、どん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 また新しい情報もきっと出てくるでしょうから、はい、注目してお待ちいただければと思います。ツイッターも皆さんフォローしてください。ぜひウィリーグの、はい、観客を観客、皆さんどういうことだったら来たいかっていうのを、うん、あと来てない人にはどういうメッセージを出せばいいかみたいなアイディアも教えていただければと思います、はい、よろしくお願いします。キッコさんが全部チェックしますから、はい、皆さんウィリーグのぜひ、ツイッターまでお寄せください、はいということで今日はウィーリーグ岡島千也にご出演いただきました。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。この回はいい回でした、うん、本当にタコペニャロさんが千也が完璧超人であった回、あったのを知った回っていうコメントもあるんですけど、うん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 、本当に人間的にも素晴らしい人で、話聞いててなんかもううっとりしちゃうというか、新田さんも書いてるね、うん、この回は岡島さんの文武両道ぶりに驚かされたんだよなって、うん、でもうところがすごく親しみやすくて、最後もそんな風にどんな風にしたら皆さん来てくださいますか、うん、ご意見くださいっていう風に皆さんの意見を取り入れようとしてくれるっていう姿勢がまたいいですよね、うん、
でね、そのやっぱウィーグってまだちょっとこう見えない部分がある分、こうみんなちょっと不安になってる人もいるじゃないですか。どうなるんだろう女子サッカーみたいな。でもなんか、あ、岡島チェアがチェアをやってくれてるなら大丈夫かもって思えたというか、うん、この人についていきたいって、そう、なんかそれにすごく感動したのを覚えてます。もう2人はキッコさんって呼んでいいんですよね。そうです。 OK 出たんですよね。もうオフィシャルでいただきました。映像にちゃんと残ってるんで。残ってますよ。よかったよかった。一生この映像残したいと思います。堀健さんもあのこの回アーカイブとしても大事って書いてくださって、うん、あ、でも本当にそうだと思います、うん、多分これからきっとね、あのWeリーグどうなっていくのかなっていうふうに、うん、あのメディアとして調べたい時にもあれはねすごく大事なインタビューだったなというふうに思いました。ありがとうございます、はい、いや本当にだからもう出演していただいただけでもめちゃくちゃ嬉しかったけど、うん、本当に、ね、貴重な話をいっぱい聞かせていただいたので。ご本人がアイデアマンで、はい、あのうん、実はあの試合前じゃなかった、オンエア前の打ち合わせの時も本当もパッパパッパいろんなことこうしたらどうかしら、あしたらどうかしらっていっぱい出てくるんですよ。で、広報さんに止められるぐらい、はい、それはまだちょっと違うんですって止められるくらい、本当にそれこそ本当に裏表のない、うん、会った瞬間から本当に素敵な方でしたよね。ぜひあの、うん、あのキッコさんの動向もチェックしながら、はい、Bリーグの情報もぜひ皆さんチェックしていっていただきたいと思います、はい、そして私が選ぶ2つ目は2020年10月29日配信のカビオノベ選手とこの選手が、生出演していただいた時のアルビレックス新潟レディース特集ですが、皆さん覚えてますか、このちゃんの魅力を。これは面白かった。もうみんな一気に引き込まれましたよね。このちゃんってこんな子だったんだ。最初から最後までもうこのちゃんワールドだったんですけども、中でも私が驚いたのがこうクイズコーナーなのに自らクイズを提案してまさかの正解を導き出すというところなので、ぜひご覧ください。どうぞ。今日はですね、アルビレックス新潟レディースから神尾延めぐみ選手と近野風花選手のお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、続いてですね、ちょっと新しい企画をここからご用意しましてですね、はい、クイズ2人の答えは揃うのかという新しいコーナーです。3つ目いきたいと思います。お、これはいいんじゃないですか。じゃん、神尾延選手の好きな食べ物。これわかる。お、これはもうこの選手が当てに行くパターンですね。もうでも自信満々、これわかるって言ってましたから、うんうん、これは期待できますね。わかる。お、すぐ答えた。バッチリですか。ではお出しください。せーの、ドーン。お寿司、おせんべい。違う。違う。でもあれあれれれれ。あ、おせんべいが。よく食べてるんですか、おせんべいを。あ、なんかこの選手はそれを見てたから、あ、好きなんだなって思ってた。はい。でもシャムさんから米系だってことはやっぱり。あ、両方ね。メグさんのお寿司の好きなやつ当てれる。あ、なんですか。じゃあそれ書いてみますか。やった。何何ネタ。神尾延選手が好きなお寿司のネタ。結構今ハードル上げましたよ。もう自分でわかるって言ってましたからね。相当あるから、ね、ではお出しください。せーの、ドン。ウニー。ウニー。すごい。すごい。ウニ合います。なんでこれはウニ好きなの知ってるんですか。一緒に食べた時にウニばっか食べてたとか。なんか見ました。見た。ウニを食べてる神尾延選手をどこからか見た。そう、 夢で出てきます。愛ですね。怖いです。いや、ウニ好きなのを夢で見て当てられるなかなかないですからね。これは、いや、いや、やっぱね、見返しても何度見てもここ好きなんですよ私。このちゃんがあんなキャラだったっていうのは本当に知らなかったから。いや、本当にでもこの選手じゃなくてこのちゃんって呼びたくなっちゃうんですよね。だって最初のなんか、じゃあ好きな食べ物、亀尾の選手の好きな食べ物、これわかる。全然当たってないし、外れてそこ外すんだっていう。好きなお寿司ならわかるって勝手にクイズ渡る。じゃあそれやりますかって
らやったーとか、ね、ウニってそこ当てるんかいってめちゃくちゃ面白かったですね。いやー本当に逸材ですよね。逸材ですね。まあ、上尾辺選手の温かい眼差しが何とも言えずね。そうなんですよ。またそれもね違うじゃないですか、うん、本当に。なので全然物おじしなくって上尾辺選手も怒る気がしないんだけど、うん、誰も怒れないって言ってましただと思うな。あの子はずっとあれでいくと思うな。トコペニャロさんもこのちゃんの周りにはお花が咲いてるとか、チャンさんもこの番組がなかったら知らなかったキャラって言って、いや本当ですよ。本当プレイだけ見ると全然想像つかないじゃないですか。はい、いざ喋ってみるともうこのちゃんワールドですね。魅力的だ。あれだ、このチャンに会いに行くときはもう取材しに行くって思って行っちゃダメだね。そうですね、お話に、うん、お話をしに行くっていうふうに思って行った方がいいと思うな。ぜひ皆さん、まだ見てないという方いたらその新潟特集の回を見ていただければもうフルフルでこの選手の魅力が、はい、ワールドもうあんなのもうごく一部ですからね。今私たちが爆笑している部分もごくごく一部なので力抜けるんですよね、このちゃんと喋っているとで、その後にこのちゃんのプレーを見ると、はい、もう驚きますから、驚きますから、すごい、うん、ぜひセットで見ていただきたい、はい、では最後にですね、番組で大好評だった企画なでカフェデリバリー、キャンプ中ですとかちょっとコロナの自粛期間中に選手たちがどんな風に過ごしているのかというのを各チームからお寄せいただいたんですけれども、その中から厳選してですね、愛媛 FC レディース編とジェフユナイテッド市原千葉レディース編をプレイバックします。それではご覧ください。どうぞ。一番見たい彩です。こんな顔ですが優しいです。2番松永咲です。よくわかんないけど真面目です。3番向井の彩香です。目細いけど女子力高いです。4番鎌田蘭です。ご飯の後にご飯粒つけがちです。5番大山中です。千葉のヤンキーです。6番平です。繊細です。7番西川さゆみです。こんな感じですけど今年30歳です。8番松本園香です。ちっちゃいですけど当たり負けしません。10番上です。よく何考えてるか分かんないですけど多分暑いです。10番山城美幸です。愛媛のバンディエラです。11番高橋杏奈です。頭の中お花畑です。13番井口春奈です。気配りができる女です。14番山口千尋です。スピードスターです。15番川村あかりです。ハムスターです。16番長尾つかまりです。頭の中 お花畑2です。17番上野真美世界に挑戦中です。18番悪年女です。え、ここも人類のキャプテンです。どこまでどこまで。19番佐藤光です。終わりです。何で自分も行け、自分も行け。20番横山愛です。ナレーター、ナレーター、アナウンサーです。21番キムユミです。トッポギが得意らしいです。22番のヒタラシです。何がいい。虫歯がないです。23番藤波不在です。24番井上明です。よくわかんないです。25番西原美樹です。よくわかんない2です。26番桜井優香です。あ、ちょっとぶりっこです。27番祖父の彩香です。超ドンソクです。あ、バレるな。28番小谷恵理子です。お兄ちゃん J リーガーです。29番今倉亜美です。愛媛の株組織の星です。30番鈴木純奈です。愛媛の芸人です。はい、どうぞ。え、トヨタでもなくダイハツでもなく鈴木です。31番吉原みなみです。気が弱いです。32番平塚真希です。よくわかんない3です。33番佐久間美希です。よくわかんない4です。34番安藤理香です。岩手のヤンキーです。イエーイ。終わり。Dee, dee, dee.
こんにちは、ジェフレディスのポチボネコンビ、ティティ姉妹だよ。ティティ。今日はグランドにあるティーを僕たちと一緒に探してみようよ。ティティ。よーし。このTKを決めたら全国制覇だ。行くぞ。素晴らしいですよね。だんだん最後雑になっていくんですよね。よくわかんないよんです。結構いいんですけど。よくわかんない。あと頭の中お花畑とか虫歯がないとか、だんだん適当になってくる。スピードスターの後ハムスターだったしね。ハムスターね。被れてきましたね。いい加減でしたよね。はあ、本当にね。いやめちゃくちゃ面白い。いやでもあの横山選手、前の所属チームどこですかって言うとジェフなんですよ。そうなんですよね。そういうチームなんですかね。そしてね、ナデデリといえばジェフですから。いやよくあれを送ってきましたよね。だって大滝選手はあの FIFA マスターっていう全国で、で全世界からよりすぐりのなんか将来的に FIFA の中心に入っていけそうな人を育てるプログラムを卒業してる人ですからね。だからもうマスティーですよね。FIFA マスティーですよね。あ、そうですね。FIFA マスティーですね。マスティーですよね。本当に FIFA マスター何教えてるんだっていうぐらいの一番ノリノリでしたからね。いやだって本人たちがやりたくてやってますよね。やってますね、あれは。だってチームの中も多分一番お姉さんだと思うんですよ、あの二人は。すごいなで、まさか監督にまで。監督のいじりがすごかった。ここはマジック言ってましたもんね。だって監督完全にあれもうなんかもう操作されてますよね、あの二人にね。これやってくださいって言われたしかもあの編集は別に私たちあのサッカーキングでやってるわけではなくて、はい、鴨川選手が編集もしてくれてるという、全て完璧に V を仕上げて届けてくださるという。いや、筑波大学大学院で学んでんですよ、鴨川さん。いやもうなんか本当になんかもうこのなでデリに一番力を注いでくださったというか、あれを見た後に試合見るとこう鴨川選手とかもあ、なんかクリエイターみたいな目線で見ちゃったりとか、ずっと横で言ってたもんね、ゆうちゃん。そう、なでデリの編集してくれた鴨川さんが活躍してるとかって本当に、いやもうすごいなんか知らないキャラクターがいっぱい知れて、もうなでデリはめちゃくちゃ面白かった。なんか本当にあのコロナの自粛期間中とかってなかなかこうお届けできる選手たちの表情がなかったんですけど、逆に期待をなんか100倍ぐらい上回ってくれて、よかったな、あの企画っていう。いや本当にすごい、いや楽しかったもん。よかった本当にぜひあの今後はちょっとなでカフェがなかなかあのお伝えできない分、あのクラブの SNS とかで、はい、そういうシーンも発信していってくださったら嬉しいななんて思っちゃったりしますので、はい、なんか千野さんが早速 YouTube で今年 の, あのなんかセカンドユニフォームのなんかあのモデルやってたんですけど
見てください、もしよかったら。すごいです、いや本当に素晴らしいですよ、はい、それこそちょっと長くなっちゃうんですけど、シーズン最後の挨拶あるじゃないですか、はい、で選手全員のキャッチフレーズプラスこう紹介をしてたんですよ。やっぱり TT のお二人はすごかったですよ、ね、みんなこうどうもとかそういう感じなんですけど、もうなんかえみたいなとかなんて言ったってアイドルで紹介してましたもんね。なんか虹を踊ってみたりとか可愛かった、もうすごかった。やっぱTT2 人はもうズバ抜けてました、パフォーマンス力が。いやー本当に貢献度大だったと思います。いや本当今後も楽しみですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上なでかけ思い出トークお届けしました、はい、それではですね、もうあっという間に1時を過ぎておりまして、はい、もうエンディングのお時間となってきました、改めてですね、去年8月から放送してきました週一なでしこカフェ65回目となる今回が最終回ということになりました。じゃあゆうちゃん、はい、視聴者の皆さんのメッセージをお願いします。はい、1年3ヶ月かな、はい、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にコロナで大変な時期で、今年は特にリモートも多い中でしたけど、それでも変わらず皆さんがこうずっと見て応援してくださってたので、ここまで続けられたと思ってます。そして変わらずずっと温かいコメントが私たちの励みでもありましたし、こう女子サッカーがよくわからないよって方もこの番組でこう詳しくなったよって人とかもいて、あ、やっててよかったなって本当に思いましたし、私自身がずっとやっぱ小学校からサッカー、女子サッカーをやってて、こういった形でこのなでしこリーグに関われたことっていうのもすごく自分にとってすごい夢のような時間でした。本当に泣きそうになるのでここまでにします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、私も今までサッカーの仕事はいろいろとしてたんですけれども、女子サッカーは正直あまり詳しくなくって、この番組に携わって知ることがいっぱいあって、でたくさんの選手に来ていただいて、しかもその代表級の選手だったり、うん、それからチームを引っ張る選手だったり、そしてTT姉妹だったりといろんなキャラクターの強い選手たち、そして、クラブの関係者の皆さんも来てくださって、いろんな話を聞かせていただいて、本当に女子サッカーにハマった、もしかしたら一番ハマった一人かもしれません。そうですね、本当に話す量が変わりましたもんね、うん、変わりました。最初はゆうちゃんに聞くばっかりで全然分からなかったんですけど、うん、どん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 のめり込んでいって、試合も見たら、わー、こんなに同じ女性で頑張ってるんだっていうのも感動して、女子サッカーの虜になった一人でもありますね。その魅力を皆さんにも伝えたいし、見たことがない人にも分かるような女子サッカーの魅力を伝えたいなと思っていましたので、それがもし少しでも届いていたなら嬉しいです。そして本当に皆さんも温かいコメントたくさんお寄せいただいて、ぜひぜひこの後もなでしこリーグだったり B リーグだったり、それから若手の女子の チームだったり、いろんな高校生中学生の試合とかも応援に行っていただけたら嬉しいなと思います。本当に私もこの番組に出会えてよかったです。ありがとうございました。ではなんか締めになっちゃいましたけど、西さん、はい。まあ、準レギュラーとして、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました、はい。まあ、でもなかなかこういう番組がそれこそ今までなかったんで、せっかく選手たちプレーしてても、まあ、自分たちのキャラクターアピールする場がなかったりとか、ありましたけれども、それが今回こういう場を作っていただいたことによってね、生まれたのすごく良かったと思いますし、まあ、私こうやって出させていただいてるんですが、まあ、本来こういうなんだろうな、立場の人間も、まあ、女性がよりまた表に出ていって、まあ、今回本当に MC の2人が女性っていうことがこの番組の、すごく大きなところだったなというふうに思っておりますんで、ぜひお二人にはですね、今後もWE リーグになっても、なでしこリーグももちろん続きますし、ぜひぜひいろんな形で関わっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう皆さんがいっぱいコメントくださって、どんな形であれ番組の復活期待してますとか、なでかスタジオで揃って最終回でよかったとか、泣いてもいいんだよって来てるよ。泣いちゃうもん。終わりは始まりでもあるんでとか、この番組の努力が WE リーグ設立につながったと思ってますよとか、いろいろ本当に温かいコメントをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。番組自体は終了するんですけれども、これからもいろんな形で個人的にも、それからサッカーキングとしても女子サッカーの情報も発信していきますので、ぜひ皆さん引き続き女子サッカーの応援もよろしくお願いします。お願いします。で、来年の秋にはWE リーグが開幕しますので、はい、その時またこうパワーアップした形で帰ってこれるといいですね。ね、そういう報告もできるといいですよね。はい、はい、ということで
最後になりました。ここまでのお相手は森口香織と長谷川優と西田敦彦でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとう。また会いましょう。愛してるよ。